塩酸。塩酸、塩酸、ハイドラクロリックアシッドは塩化水素、化学式 HCl の水溶液。代表的な酸の一つで強い酸性を示す。本来は塩化水素酸と呼ぶべきものだが、歴史的な経緯から酸素を含む酸と同じように塩酸と呼ばれている。塩酸のうち、脳塩酸として市販されるものは、 塩化水素の37質量パーセントイコール12モルデシメートル水溶液が一般的である。40質量パーセントを超える溶液も調整可能だが、塩化水素の揮発が早く、蒸気圧が高く、保管、使用に際して温度や圧力などに特別の注意を要する。また、適定用や医薬品として濃度調整された製品も販売されている。 死薬として販売されている塩酸約35%特級や一級などお適度に希釈した薄めた塩酸という意味で通常気塩酸として流通している常温上圧化で濃度が約25%以上の塩酸には発塩性がある日本では毒物及び劇物取締法により塩化水素減体及び10%を超える製剤が 激物に指定されている。800年頃、錬金術師ジャービルイブンハイヤーン、ラテン語名ゲベルにより、食塩とビトリオール、ビトリエル、硫酸のことを示すを混合することによって発見された。ジャービルは多くの化合物を発見、発明し、それらを20冊以上の本に表すことによって、塩酸や他の基本的な化合物に関する、 科学的知識を何百年にもわたって伝え続けた。彼が発明した塩酸と、硝酸からなる金を溶かす液体、アクアレギア、アクアレギア、大水は、賢者の石を探し求める、錬金術師たちに貢献した。中世、塩酸は、ヨーロッパの錬金術師たちに使用せ、スピリット・オブ・ソルトあるいはアシダ・ムソリスとして知られていた。塩化水素ガスは、海産機、 マリーン・アシッドエアと呼ばれた。系統的な命名法ができる前の古名、ミューリアティック・アシッドも語源は同じである。ミューリアティックは、海水や塩に由来するという意味を持つ。15世紀のドイツ・エアフルトの錬金術師、ベネディクト海修道士であった、バシリウス・バレンティヌスによる製造が記録されている。17世紀に、ドイツカールシタッド・カール・ュタット、カール・ストット・エイム・メーンのルドルフ・グラウバー。 ヨハン・レドルフ・グラウバーは、硫酸ナトリウムの合成に塩と硫酸を使い、塩化水素ガスを発生させた。イングランドリーズのジョゼフ・プリーストリーは1772年に純粋な塩化水素を作り出し、イングランド・ペンザンスのハンフリー・デイビーは1818 18年に水素と塩素含む化合物であることを示した。ヨーロッパにおける産業革命の時代には、 ソーダバイなどのアルカリの需要が増し、ニコラルブランによって新しい工業的合成法が開発され、安価な大量生産が可能になっていた。ルブラン法では硫酸、石灰石、石炭を用いて使用ソーダバイに変換するため複製物として塩化水素を発生させるが、1863年にアルカリ法が制定されるまで全て大気中に放出されていた。 同法の制定後、ソーダバイの製造者は排ガスを水に吸収させることを義務付けられたため、工業規模で大量の塩酸が製造されることになった。20世紀初頭には、ルブラン法はより効率的なソルベイ法に置き換えられ、複製物として塩酸を発生させることはなくなった。しかし、この時塩酸は多くの用途を持つ重要な化合物となっていたた、新たな製造法が開発された。 今日では、イオン交換膜法による水酸化ナトリウム製造の際の副産物である塩素と水素とを反応させ、生成した塩化水素を水に溶かすことによって製造されている。また、炭化水素を塩素化する際の副製品としても得られる。詳しくは、製法の項を参照。医薬、農薬、調味料の合成など、工業的用途は極めて多岐にわたる。 洗浄など日常用の用途には10%から12%の濃度の塩酸が販売されており、これを薄めて使用することが強く勧められている。例えばトイレ用の洗剤としても用いられ、塩化水素10%未満を含有する塩酸を主成分としたものが一般家庭向けに市販されている。高等学校までの理科、科学の実験において、水酸化ナトリウムとともに、 よく使用される薬品である。小学校6年の理科の実験、水溶液の性質においては、キエン酸がアンモニア水や水酸化ナトリウムと並ぶ代表的な試薬である。リトマス試験紙や BTB 溶液で性質を調べ、性質ごとに薬品を分けるなどの実験に使用される。また、中学校3年の理科一分野の実験、中和と塩では水酸化ナトリウムと中和させる実験。 高等学校では、酸、塩基、中和の実験などに使用される。水酸化物の中和や、酸化物などからの塩化物の合成にも利用される。例、h c l o k c l 4塩酸水酸化カリウム塩化カリウム水、となる。脳塩酸酸、脳硝酸1の体積比で混合したものは、黄水と呼ばれ、高い酸化力を持つため、金や白金など、 酸に対する耐性の高い金属の塩類製造に用いられる。ヘロインやコカインの製造にも使われるため、麻薬及び抗生新薬不正取引防止条約において、テーブル E 旋舞体に指定されている。遺産として人などの遺液にも含まれており、消化や殺菌の役割を果たしているが、 ヘリコバクターピロリなど遺産を局所的に中和して、胃の内部で生息する細菌も存在する。科学的性質は、塩化水素の項に詳しい。水溶液としての性質を以下に挙げる。2HCl、Zn-ZnCl2H2、兼 HCl、なお、n c l h 2 o 兼 CH33 個 HCl-。 CH33CCLH2O 兼 HCLNH3-NH4CL 兼分類の名称急性毒性物質腐食性物質環境影響酸性溶液であるため水性生物に対して有害な影響を及ぼす可能性がある有害性目皮膚気道に対して刺激性を有し高濃度のガスを吸入すると 排水種を起こすことがある。これらの影響は遅れて現れることがある。この物質は肺に影響を与え、慢性気管支援を生じることがある。また歯を侵食することがある。物理的及び化学的危険性。この水溶液は強酸であり、塩基と激しく反応し、腐食性を示す。酸化剤と激しく反応し、有毒なガス塩素を生成する。 空気に触れると腐食性のフューム、塩酸を発生する。多くの金属を犯して、可燃性ガス、水素を生成することが多くある。目に入った場合、早めに多量の水道水、流水で15分間以上洗浄する。洗浄が遅れたり、不十分だと目の障害を生ずる恐れがある。すぐに、眼科医の診断を受ける。コンタクトレンズを使用している場合は、 固着していない限り取り除いて洗浄する。皮膚に付着した場合、直ちに汚染された衣装や靴などを脱がせて、付着または接触部を多量の水で洗い流す。外観に変化が見られたり、痛みが続く場合は、医師の診断を受ける。吸入した場合、直ちに患者を毛布等に包んで安静にさせ、新鮮な空気が得られる場所に移し、できれば酸素吸入を行う。 排水死を起こす可能性があるため、直ちに医師の診断を受ける。飲み込んだ場合、直ちに口の中を水で洗浄し、大量の水を飲ませて、医師の手当てを受ける。無理に吐かせない。被災者に意識がない場合は、口から何も与えてはならない。電解層などから発生する塩素と水素を燃焼させて、塩化水素ガスを生成させる。次に、 塩化水素ガスを水に吸収させて塩酸を製造する。高純度の塩酸が合成でき、これを合成塩酸という。1モルあたり92.3キロジュールの反応熱を取り除くため、製造工場では大量の冷却水を消費する。塩酸の主要な供給源は、テフロン、フロン、クロロサク酸サ、ポリ塩化ビニルなど、塩素化または、フッ素化された。 有機化合物を製造する際の複製物である。この場合しばしば製造場所で他の工程にそのまま用いられる。次に示す化学反応によって炭化水素の水素原子が塩素原子に置き換えられ有利した水素原子は塩素分子の残りの塩素原子と結合塩化水素となる。フルオロ化する場合は塩素原子と置換反応を行うため再び塩化水素が生成する。 発生した塩化水素はそのまま再利用されるか、水に溶かして、工業用品質、テクニカルグレードの塩酸とする。これを複製塩酸という、合成塩酸に比べて不純物が多い。主要な製造企業は、ダウケミカル社、塩化水素ガスとして2メガトン、年、ホルモッサプラスティック、台湾プラスティック社、ジョージアガルフ社、東、ソう、アクゾノオベル社、 鉄線でる路車、それぞれ0.5から1.5メガトン、年である。全世界での製造量は、比較のため塩化水素として、およそ20メガトン、年で、うち3メガトン、年が直接合成によるものである。大部分は製造者によってそのまま使用される。全世界での流通量はおよそ5メガトン、年である。 2016年度日本国内生産量は1626,146トン、合成696,835トン、複製929,311トン、消費量は533,600トンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。